こんにちは、速稼塾の久保です、いつもメールお問い合わせありがとうございます、午前中の返信がだいぶ終わりましたので今日は一つねピックアップして皆様の中のお一人のね、メールからこのライブ放送をお届けしています。この方は結構ね私の放送を見ていただいてものすごくね鋭い視点でいろんなね問題提案してくださる結構ねこう賢い方っていうんですかねいろんなこと考えてらっしゃる方だなと思います。で今回はですねこういうふうに来てるんですよ。久保さんの動画を拝見すると消費税やインボイス制度のお話をされていますが思うのは報道の仕方ですねというふうなね書き出しなんですよね。こんな大事なことなのにテレビではインボイス制度についてほとんど触れられてない気がします。こんなんでいいんですかねテレビはっていうことなんですけども、そうなんですよ。こんな大事なことをテレビが報道してないってことをね聞くにつけ見るにつけ私は自分のこの放送メディアを使って皆さん大丈夫ですかとこういうことを知らないでしょうっていうことをね訴えかけてるんですよ。これきちんと整備された法律であってそれからね移行期間っていうのもあったりとか一応ですね税務署に行ったりとかね、公式なホームページ第一情報には掲載されてるんですよ。でも私たちは行政のホームページ見に行くことないですよね。それよりもどっかの掲示板見に行ったりとかなんかのねネットニュースとかで芸能人の情報を探すじゃないですか。だからダメなんですよ。第一情報としてこの国がどんな公式な情報をアナウンスしているのかってことをねやっぱり見に行かないといけないんですよね。でそういうのを見てからいろんな趣味とか自分のこととかいろんなことを考えていけばいいと思うんですけども、なんかね私も全部見切れてないんですけども法律が変わってこうなりました、将来こういう風になりますってことはね実はねずっと出してくれてるんですよ。でこれはねある意味その政府がね国を運営してる人がどうせ国民はバカだからスポーツとか芸能界しか見ないだろうみたいな感じで堂々と掲載してるんですよ。なんかすごく悔しくないですか。で我々がいつもこういった政府の変わった見解とかね、立法府のホームページなり行政府のホームページなりを細かく見てからスタートすればおいそれとね妙なことは書けないしちょっとした間違いとかも指摘されるようなね我々はそのメディア一人一人がメディアとしてこういった一時情報を、ね、チェックする権限を持ってるんですよね。それを自ら放棄してどうでもいいことばっかりを真っ先に見てでそこで例えばなんかなんですかね、宮迫がどうしたとかね亮がどうしたとかね吉本がどうなったとかねあれ何回も何回も見るんじゃないですか、私も見てるけどそんなことではダメでやっぱりね堂々と我々には知らせないようなことを知らせてきてるっていうところに気づかないといけないのかなと思うんですよ。これね投資をやってるとよくわかるんですけどもエンドルの価格とかチャートの形って隠されてないんですよね。隠されてるのはそのチャートにチャートを作り出している人々のこう気持ちなんですよね。そこが隠されてるんで推察しないといけないんですよ、だから隠されてないのに我々には見えないようになってるものがかなりたくさんあるなっていうふうに思うんですよ。その一つがこのインボイス制度とかね消費税のことですよね。はい、続きますね。立花隆さんに取り上げてほしいぐらいだということです。そうですね、本当にねご存知かと思いますが国の税収はバブル期を超えたそうですね。そうなんですよ。で国民が豊かになっている気は全然しませんよね、そうですね皆さん豊かになってないですよね、でも国全体としては豊かになってるっていうふうな指標なんですよ。これがいかにってことですよ。どういうことだってことですよ。我々の富が特定の人に搾取されてるって思いませんか。その最たるものが消費税ですよ。こんな消費税なんてねなかったわけですから。ないのに高度経済成長とか所得倍増あったわけですから消費税がないとダメだっていうふうにね、感じてる人はまあそういるでしょうけども消費税がない場合どうすればいいかってことを考えることをまた同時に放棄してるような私は気がしますよね、で消費税を上げるよりももっと税金を取るところは別にある気がしますと、確かにあるんですよね。法人経営をしたりとか投資をしていると本当によくわかりますけども、あ、優遇されてるなというふうに感じます私はね、で皆さんは多分投資をしたらどれだけ有利かとかねそれから法人を作ったらどれだけ有利かってことを多分ね考えたこともないと思うんですよ。で本当にこういう法人何ですかね株式会社法新株式会社法とかね2005年に施行されたで法人を作ることの有益性とかねそれから課税に対する、いわゆる、免税とかですね還付とかこういったものを本当にね堂々と世の中にリリースされてるんですよ。でそういったものを我々は使うなりこれはおかしいと思って、いろいろと声を上げるなりしていかないといけないと思うんですけどもね、そんなことがね書かれてましたね。いいメールだなと思いました。
皆さんもね、いろいろとお感じになることはあると思いますけども、思ったより闇深いですからね。思ったよりも我々は崖っぷちの底の底に突き落とされる直前ですから、もうほんとつま先立ちしてるみたいな状態ですよ。でそれを安心だ安全だとかね、まだ必要だとか我慢とかね、なんか妙なことで抑え込まれてると思いますけどね。やっぱり自分の足元よく見ていかないと、気がついたらもう手遅れになっていたっていうことになりかねないと思いますし、もうだいぶ手遅れになってると思うんですけどね。じゃあ手遅れになった時に自分だけは脱出できる力がありますかとか、周りの方をね、すごく愛してる方を抱えて脱出する力がありますかってことになると、何も手を打ってなかったって方がほとんどじゃないかなと思うんですけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。またね、細かく今度ね、ちょっと言えないことが結構あって言葉詰まっちゃったんですけど、今回のライブ、またね、今後限定動画でお届けしましょう。それでは失礼します。